こんばんは。はい。今日は2018年12月1日いい土曜日、土曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人はお電話、スカイプ、スカイフォン、LINE、Viber ババ、 もういろいろありすぎてわからなくなってきた。あ、インスタグラム。インスタグラム、それからセカンドライフなどで、音声通話で呼び出してください。12月に入りました、今日からね。12月、4月、うん。で、まあ、11月も結構寒い日あったけど、今日は結構寒かったね。 うん、10度をちょっと上回るぐらいの温度でね、昼間から。で、今、温度計見たら部屋の温度は11度です。寒い、うん。もうじっとしてるとね、体が凍りついちゃって。<laughs> 運動しないともうやばいですね、うん。最近、夜中の散歩にちょっとね、ハマっておりまして。うんね 11月も結構寒い時期あったけど、夜なんかね、もう寒いんだけど、その寒い中をね、ちょっと厚着をして、外に出てお散歩、30分から40分ぐらい歩いてきます。うん、で、別に何かあるわけでもないんだけどね、ただ歩いて帰ってくるだけだけど、うん、で、ほぼ寝る直前ぐらいにね、お散歩するんだよね。で そうすると、結構体が温まるんだよね。歩いて帰ってくるだけなんだけど、特に足元がね、ポカポカしてくるからね。それで、もうすぐにね、ぐっすり眠れるようになるんです。うん、で、今まではね、その夜中体が冷えたまま布団の中に入ると、なかなか体が温まってこないからね。結局熟睡できなかったみたいなね。 そんなことがよくあったんだけど、たまたま夜中に歩いて、ね、散歩して帰ってきて寝ると、もうすぐ体がもう、もうすでに温まってるからね。布団に入っても暖かくて、よく眠れたんだよね。なので、もう本当に布団の中で暖かく、うん、眠りたいという、ただそれだけのために、夜寝る前にね、 もう準備も含めて十0 1時間ぐらいのお散歩タイムを設けております <laughs>、うん。まあ、今ぐらいならまだギリギリ大丈夫だけど、これからもっと寒くなってきたときに夜中に散歩なんか出かけられるのかなというのにちょっと心配はあるけどね、うんで。去年までは、去年の冬とかはね、 寝るときは湯たんぽを入れて寝てたんだよね。電気毛布とかないので、湯たんぽを足元に入れて、それで寝ったからね。まあおかげでよく眠れたんだけど、お散歩行ってくるとその湯たんぽが必要なくなるんだよね。湯たんぽなしでもすでにあったかくてね、眠りやすい。 もし、まあ、冬のね、一番寒い時期でもこの方法で暖かく眠れるんであれば、湯たんぽいらずでね、で、湯たんぽはいちいちね、お湯沸かして入れなきゃいけないから、エネルギーの節約にもなるよね。省エネにもなるから、うん、まあ、できればこの方法でいきたいなと思ってね、一石二鳥とから一,一石三鳥にもなるからね、 体温まるし、運動不足解消にもなるしね、省エネにもなるし、で、まあ運動不足解消っていうのは含まれるけど、カロリーを消費するからね、ダイエットにもなるよね。うん、ね夜、ちょっと食べ過ぎちゃったな、だけどね、夜寝る前にちょっと運動しとけば <laughs>、まあ気休めかもしれないけど、うんね、体の中無駄にエネルギーが溜まるのを防げ,防げるしね、 ま、体が温まるっていうのはエネルギーを消費していることになるわけだからね、うん。で、新陳代謝も活発になるので、ね、えー、老化も防げるし。<laughs> 最近もう本当にね、老化現象が激しくてね、うん。なんかもう、体の衰えっていうのは徐々にね、実際に感じるけど、 意外とその頭の衰えっていうのはね、なかなかこう、実感できなかったりするんだけど、まあそれでも物忘れが激しくなったとかね、わかりやすいところもあるけど、自覚できない脳の老化現象って色々あるよね。うん、特になんかね、こう、えー、時間が早く進むというか <laughs>、 な何て言うんだろうね。自分がとろくなったというか、何をやるにしてもスローペースになっちゃってね、なかなか物事が早くできないという、そういう問題が出てきて、もうこの先長くないのかなってね、ちょっと <laughs> 思い始めてたり、なんかもう90歳ぐらいのおじいさんぐらいにな,なったような、そんな気分だよね。で、おそらく目も多分老眼に になってきてると思います。近くにあるものは見えないんだよね、全然、うん。まあ、視力は生活にはほとんど支障はないんだけど、ちょっとね、まあ、近くにあるものがよく、ピンボケしちゃってよく見えないっていうのはちょっと寂しいけどね。<laughs> そういうのはもうルーペを使ったりするとか、そういう手しかないからね。 結構深刻ではあるんだけど。うん、で、まあ本当にだから、一日が体感的には一日の時間がねは、時間が早く感じるわけだよね、うん。朝起きたと思ったらいつの間にか夜になってたみたいな、そういう感じだから、<laughs> 今日何にもしてないじゃんって。うん、もう昔だったら一日にね、何件、3件、4件う占うのは、 簡単にできたのに今はも一件やるのに精いっぱいとかね、うん、なんかそんな感じで本当に一日にできる仕事量が全然減ってきちゃってんだよね、うん、まあしょうがないね、うん、しょうがないというかどうなんだろうね、うん、なんとかこれをもうちょっと 若々しく戻れなないかなとは思うんだけど、うん、まだ老、年寄りっていうか、その老化現象を気にするのは年でもないと思うんだけどね。うん、一応私は今46歳です。まだ50歳前です。うん、もう、本当はまだね。うん、まあ。 まあ、人それぞれだろうけど人生のピークってのはね。まだまだ現役バリバリで働けるはずの年なのに、ちょっともういろんな面でおじいさんっぽくなってきちゃってね。参ってんだよね。<laughs> な、どうすればいいんでしょうか。じゃあちょっと今日もね、ゲームやって遊びましょう。誰も来ないので。あ、そうだ。 ゲームはいいんだけど、どうでも。<laughs> 今日は少し作業やってたんだけど、まだちゃんとね、出来上がってないけど、えー、スカイフォンのポイントツーアーで無料占いじゃなくて有料占い。<laughs> 有料占いができるように今準備してます。うんまあ、本当は今日中にちょっとね、ちゃんとやろうと思ったんだけど、うん やってる暇がなかったというか、私がトロいので <laughs>、うん。トロいっては、ね、実は今に始まったことじゃなくて、昔からトロいんだけど、何をやる,やるにしてもね、うん。なんかちょっと昔ね、洗濯物を干すっていう作業をね、やったことあるんだけど、まあ集団生活とか団体生活みたいなことやったことあるからね。で、数,数十人分の、それこそ100人近い人たちのね、 シャツとか靴下とかを干すみたいな、そういう単純作業なんだけど、そういうのを、まあ、二人ぐらいの、ね、パートナーと一緒にやってたわけ、そういう仕事。で、まあ、ね、私もそんなにその仕事慣れてなかったってもあるけど、まあね、ある程度やってもなかなか早くできないんだよね。で、自分では早くやってるつもりなんだけど、そのもう一人のパートナーの方がめちゃめちゃ早いわけ。 同じ内容で、同じクオリティの仕事をしてるはずなのに、えまあ、単純作業だしね、そんなに工夫して早くなるような仕事でもないはずなのに、なぜかそいつは仕事が早いんだよね。で、私はどう頑張っても早くできない。一生懸命やってのに全然ね、仕事が終わんなくてね、うん。つくづく私は、ね、とろい人間だなと。昔から <laughs>、昔からそう感じるところがあって、 あったんだけどね、まあ、何をやってもそうなんでね。うん、本当にもう、うん、そう、まあ陸上選手だったっていうのはあるけどその、ね、スポーツ、スポーツやるにしても、ウォーミングアップは人の倍ぐらいやんなきゃね、体温まってこないしね。<laughs> まあウォーミングアップの手際が悪いというのか、効率が悪いというのか、うん、ゆっくりや,やんないとなかなか温まってこない。 うん、まあそういう趣味においてもお仕事においても何においてもとにかくゆっくり、うん、なので、まあ、今あれもねあれだけど占いみたいな仕事をやってるけど、うんまあ、この占いのお仕事もゆっくりなのでたまに不評,不評を買うことあるけどね <laughs> もっと早く返事をくださいと言われることもありますが。 まあ本当は早く仕事をやった方がいいんだろうけど、ただまあね、その早くやることがいいこととも限らないし <laughs>、うん。まあ、とりあえずマイペースでやらせてもらってますよ。っていうのの,の話、うん、あそうそう。今日はスカイフォンのポイントツアーのね、えー、作業をしてたって話だけど、うん、まあこれは要は、 スカイフォンっていう音声通話アプリがあるんだよね。基本的には無料通話なんだね。無料で通話ができるんだけど、有料で通話する手段もあるんだよね。で、その有料通話すると、その料金の分の半分が私のところに入ってくるというシステムです。だか,かなりぼったくりシステムではあるんだよね。通話量の半分っていうか、 お客さんっていうか相談する相手が支払った半分が占い師の取り分っていうのはちょっと取りすぎだよね向こうがね、うん、まあそう思うんだけどまあそういうシステムがあるしちょっと使ってみようかなと思ってね、うん、今準備してるとこです、うん、本当は使いたくないんだけど <laughs>、うん、ただこれも面白いっていうか他にないサービスのやり方なのでね 例えば今までだったら、ちゃんと相手の確認をしてね、本人確認を取って、で、まあそのね、過去に相談したことがあるならそういった過去の相談とかもね、まあサポートというか、えー、ちゃんとデータとして残しておいて、それを確認しながら占いをしたりするし、まあ、占いした後のね、料金の支払いとかも、間違った人からね、こうね、間違った人に請求したりとか、逆に違った場所にね、送金したりしないように、 きちんと丁寧にね対応する必要があるよね、まあ。要はそういう支払いの管理とかも全部自分でやんなきゃいけなかったわけだけど、それをアプリが全部やってくれるわけだよね。うん、だから私はそのお金の管理はし,しなくていいわけだよね。お金の管理っていうか、うん、支払いの管理を。うん、で、えー、 まあ本人確認せずにもうすぐにね、相手が電話をした時点で料金がかかってくるわけだから、本人確認をする必要がない、手間がないと。まあもちろん相手がわからないと、私もね、過去に占ったことがある人かどうかなんてね、確認ができないから、まあそういった意味でサポートがね、十分ではなくなるけど、メリットとしては、 相談する人からしたらね、今占いたいと思った時にすぐ占えるわけだよね。だから、まあ匿名にはなってしまうけれど、匿名でなくてちゃんとも,もちろんね、あの、名前を確認してやることも可能だけど、匿名でも占えるっていうメリットが出てくるんだよね。これは相談者にとっては、まあその方が助かるっていう人もいるわけだよね。あまり素性を明かしたくないとかね。 でまあねお金を払う時になると銀行振り込みとかだとねその銀行の口座の名義が表示されたりするわけだからねだからまあそれは偽装というか本名を使わなくても送金はできたりするけど、まあ、それでもそういった部分でね個人情報が相手に伝わる少しでも伝わるのは嫌だっていう人もいるしね、うん、そういう部分でどうしても匿名で占いたいみたいなそういう人がいるなら こういうね、うん、ポイント通話的なシステムで占いを受け付けるっていうのもありかなと、うん。今までのやり方ではできないことがいくつかあるからね。その点でメリットは多少はあるかなと思って、一応導入はしてみます。希望者がいるかどうかは別だからね。うん、これ一本でやるわけじゃなくて、他にもいろんな手段があるうちの一つとしてね。 一応導入はしてみます。で、計算上ね、以前ちょっと話したけど、1分単位で料金を決めることができるんだよね。で、最初はちょっとや安めの料金でね、低めの料金でやっていきたいと思ったんだけど、えー、1時間で、1時間で30分かな ?1 時間かな ?1 時間で、 1000円ぐらいの料金でやりたいなと。で、計算してみたら、1分で18円に設定すると、1時間で1080円になるんだよね。それぐらいちょうどいいかなと思ったんだけど、ポイント2は実際に設定してみたらね、あの、1分で10円単位でしか設定できないんだよね。だから18円とかいう波数はできないわけ。で、最低が10、 10円だったから、10円だとちょっと安すぎちゃうからね。しょうがないから2 1分20円で設定することにしました。まあ、仮に1分10円だとすると、1時間で、一時間で600円だよね。で、2倍の1分20円なら1時間で1200円。目標は1000円だったからね。 1200円ぐらいならちょうどいいかなっていう感じはします。うんまあ、ちなみに、通常の料金のね、えー、まあ普通に支払う場合の料金は、チャット占いなら、まあ30分単位だけどね、1時間で計算すれば1時間3000、えー、円です。で、音声通話の場合は1時間で4000円になります。 だけど、そのスカイフォンのポイント通話ーーを使うことで、1時間でたったの1200円っていう料金にしました。ちょっと差別しすぎかなとは思うけどね。<laughs> 1時間で4000円かかるところがポイント通話ーーを使うことで、1200円でできるというね。特別に安くしちゃってるけど、まあ、ね、相談する人も最初は、 あまりこう慣れてない手段だからね。とりあえず、うん、お試しでねこれ、こういうもんだなってことをちょっと体験してもらいたいというのもあって、しばらくの間はキャンペーン料金としてね、このままの安い料金でやっていきたいと思います。うん、ただ、このね、安くした上でさらにさっき言ったように半分が スカイフォンの会社に取られて、半分しか私のところに届かないんだよね。だ実質1時間で600円の収入になるわけ。私にとってのね。うん、通常だったら4000ところが1時間で600円しか入ってこないんです。<laughs> 1分じゃないよ。1時間で600円、うん。なのでちょっときついんだよね。さすがにそれはね。でもまあ、 まあまあいいんじゃないのうん。一分単位の料金だと、やっぱり相談する方も、ね、少しでも早く終わらせたいっていうのもあるだろうし、うん、私の方もちょっと気を使ってね、早めに終わらせようっていう努力はするだろうし。まあでも、それでも、あまり時間を気にせずできる、できるようにしたいっていうのもあるから、料金は少しでも安くね。 一時間で六百円だ。まあ私じゃなくて相談者の立場からすれば一時間で千二百円だっていう感覚ならまあ多少話が長引いても大丈夫だって安心感はあるよね。仮に二時間話したとしても二千四百円です。超安いでしょね。二時間、三時間まで話しても三千六百円でしょ 3時間話して3600円だよ、うんね。通常料金で1時間で4000円。時間無制限コースでも4000円だからね。うんだからまあ、3時間以内で終わりそうだなっていうぐらいの相談だったら、ポイントツアーを使ってもらったらいいんじゃないのってことになるよね。うん、音声ツアーならだいたい3時間あれば終わります。まあ、だいたいだけどね。 結構長引く人は長引くんだけど、それはまあ時間無制限だからっていうことね、あえてゆっくりやっていたりするから長引いたりするけどね。うん、時間制だと思ってちょっとね、えー、焦りながら、時間を気にしながらや,るやれば、3時間は結構長い方です。3時間はかからないよね。うん、早ければ1時間ではあるし。うんまあ、早ければ1時間っていうね。<laughs> 他の占い師は普通ありえないよね。早ければいい、まあ、10分で終わるような占い師もいるからね。さすがにちょっと私は10分では占いはできないです、うん。どんなにね、短く頑張ろう、頑張ってやろうと思っても、30分で終わったことはまずないです、うん。無料占いですら1時間は必要だし、2時間とか3時間かかることもあるしね、無料占いでね。で、1枚占いでもやっぱり、 有料でも、ね、1時間はかかるしね、うんまあ、通常の占いでよっぽど頑張ってやれば1時間、まあ、短,短めで、ね、1時間で終わるかな、うん、長引いた場合には必ずもう2時間近くはかかります音声通話占いはそう考えると通常の時間制の料金はめちゃめちゃ高いわけです私にとってはね1時間で4000円もするから 2時間も話したら8000でしょまあ、占いとかやってもらうことに慣れてる人は1時間でね、1時間とか2時間で8000円とか1万円取られるのは当たり前だと思ってる人もいるかもしれないけど、だいたい他の業者で相談したら、1時間で1万円は当たり前だからね。1分、1分100円っていうのは安い方で、 200円ぐらいはするんだ,よ、ね普通はね、だから仮に1分200円ならうんと1時間で1万2000円になるわけだよねもう1分200円って言ってる時点でさっきの私のポイント通話の1分20円の10倍だから <laughs> 10倍の料金でやってんだよね他の占い業者はね まあ、考えようによっては私が十分の一にしてるだけなんだけど、まあ、それぐらいの低い料金でやろうかなと思ってるってことです。まあ、これは私が個人でやってるからね、それだけ融通の効くというか、うん、低い料金でやろうと思ったらできるっていうわけでね。実際、業者なんかだと、そんな低い料金がはできないのは当然なんだけどね。業者の場合、 占い師は個人でやってるわけじゃないからね。そのシステムを管理する人、まあ、管,管理者側のね、人もたくさんいるし、人件費もかかるしね。一人で管理してるわけじゃなくて、ね、結局何十人っているわけでしょ。サポートスタッフみたいな人はね。抱えてる占い師は何百人もいればねス、スタッフは、スタッフだって何十人もいるでしょう。で、スタッフ、実際その現場にいるスタッフだけじゃなくて、宣伝をするための まあ、そのね、えー、下請け会社的なスタッフもたくさんいるだろうしね。そういうところに支払う。まあ、それ宣伝費ということで一括りにしてもいいけど、宣伝費もかかるし。まあ、とにかく、大きな業者になればなるほどね、コストはかかるわけだよね。それを回収するために当然、占い料金を安高くしなきゃいけないから。 安くできないのは当然なんだけど、どう頑張ったって私みたいにめちゃくちゃ安い料金なんかできるわけないんだから。詐欺、詐欺みたいなこと言うしかないよね。10分無料ですよ、みたいなね。<laughs> 何を言ってんだって感じだよね、今更ね。まあ結構、ほとんどの業者、占い業者で10分は無料っていうのはね、よく言われてるけど、 最初の10分無料なんて、無料のうちに入んないからね。うん、10分じゃ何もできないんだから、うん。1時間ないとできないような占いを、10分でできますかっつうの。できるわけないからね。うん、結局、10分なんては、まあサー、ただのサービスで、うん、無料でも何でもないよね。でも、無料って言ってやると、お客さんもそれに食いついてね。それで、 まあ、うまく釣られてくるお客さんもいるってことだけど、うん、そこで嘘ついちゃいけないよね、そういうね、うん。無料でやるんだったら私みたいに本当に無料でやればいいんです。<laughs> ね、さっき言った無料占いですら30分じゃないや。ね、1時間2時間かかると。長い時は3時間無料でやることもあります。無料でやるってのはそういうことだよね。10分無料なんてのは無料ではないです。 なんかもうね <laughs> そういうよその占い業者は何やってるんだって感じにしか見えないんだけど私はねもう詐欺だよねそういうところはねそういうおかしな占い業者ばっかりだからちょっと私も極端なことやりたくなるんだけどねう 3, 3時間無料とかね <laughs> 1分20円とかまあ そういうとんがったところはまだ私が未熟だなというか若いなって思うけど <laughs>、うん。なんか、そういう若い自分を若,若作りしてるというか <laughs>、ね、子供じみたことをしてる自分がなんかちょっとね、えー、強がってるだけなのかなみたいな思ったりするけど <laughs>、自分でも思うけど、うん、まだまだね年と、年取ってないぞと。 置いたわけじゃないぞ。とか言いつつ尖ってみせるんだけど。<laughs> まあ結構中途半端だね、そういうのもね。<laughs> ということで今。スカイフォン、スカイフォン無料でもやってるけど、本当にもスカイフォンで相談したいって言うと来ないんだよね。ちょっと。どういうことなんですか無料でもやってるし、もうね。 すごく使いやすい。使いやすいというか、導入の手間はかからないから、いいと思うんだけどね。普段、LINE とか使ってる人は、そうね。普段使ってるアカウントで、そういうプライベートな占いのな悩み相談とかしたくないっていう人は、ね、LINE 以外のアプリを使えばいいと思うしね。でそのための手段としては、スカイフォンは最適だと思うんだよね。 なのでスカイフォンどんどん使ってもらいたいなと思うんだけどね、うんまあ、今は LINE かスカイプもうほんとその2つしかないね、うんまあ、たまにメッセンジャーメッセンジャーっていうか Facebook のメッセンジャーで相談したいっていう人も来るけど まあ私自身がそのメッセンジャーの環境はちょっとね、あまりちゃんとできてないからやりづらいんだよね、本当メッセンジャーはね。Facebook、うんまあ、は Facebook ページでメッセージを受けてるから、個人用のメッセンジャーは使えないんだよね。まあ、だから使いづらいってのもあるけど。あとたまにあるのは Twitter かな。うん チャットで占いたいみたいな人はツイッターを使う人がたまにいます。うん。もうなんだかんだ言って最近はもう、私もチャットをするのはもうね、めんどくさくなってきちゃって、<laughs> 全部音声通話でいいかななんてね、そんな風に思ってんだけど。実際、昔のパソコンが主流の時代であれば、相談する人もね、チャットするのはそれほど苦にならなかったと思うんだけど、今はスマートフォンが主流だから、 スマートフォンで1時間も2時間もチャットするっていうのは結構相談する人の方は負担だと思うんだよね。それでもみんな頑張って、なんか一生懸命チャットしてるけどね。<laughs> なんかスマートフォンの画面を指でポチポチ触ってる姿を想像すると、なんか大変そうだなーって思いつつね、やってんだけど。もちろん私はパソコンに向かってるのでずっとキーボードで売ってるけどね。だまあ、 キーボードでチャットする分には私はそんなに苦にはならないっていうか昔からやってるから慣れてることではあるけどそれでもちょっとねチャットは私の方もめんどくさくなってきたというか <laughs>、うん、なんか、うん、まあ昔だったらね、うん、普通に文字でのチャットでもそれなりに会話がうまくできたんだよね でも、今は、その、相談する人がチャットに慣れてないんだよね。あの、文字でのコミュニケーション昔より盛んになってにこう、日常に浸透してるように思われがちだけど、意外とチャットを普通のね、日常会話のようにすることができない人が多いんだよね。なぜかって言ったら、もう一方通行のね、メールのように使ってる人が多いからね。あの リアルタイムで会話をするために LINE を使ってるわけじゃないんだよね。多くの人はね。もちろん、その場の状況に応じてね、そのリアルタイムで会話をしてるような状態の人もいる,いるけど、まあ、ほとんどの人がすぐに返事が来るってことを期待してるわけじゃなくてね、その場にずっと画面向かってね、チャットをするような形で LINE を使ってるっていうよりは、 メールに近い形でね、一方通行のメッセージのやり取りを知ってるような形の人が多いと思うんだよね。うん。まあ、スマホを使ってる限りは結局そういうことになってくると思うけどね。うん。で、そういう感じだからみんな文字でのコミュニケーションがすごく下手くそなんだよね。下手くそだし、うまくこうね、思ったことを伝えることができないんだよね。すごくみんな下手くそ。 昔の人に比べるとね。で、私もそれに合わせて、まあ、会話しなきゃいけないんだけど、やっぱちょっとテンポが、テンポがずれるっていうか、うん、調子がわ悪いというか <laughs>、うまくいかないんだよね、うん。まあ、合わせようと思って合わせることはできるんだけど、うん、なんかちょっとテンポが違うわけよね。ま、う、あ、ん、下手したら、その、スマートフォンだから、 ラインでチャットトークをやっててもね、他のメッセージが入ってきたりすると画面を切り替えたりして他の作業も同時に進行でや,やらなきゃいけないなんて人もいるよね、うん。パソコンだったら同じ画面にたくさんのね、ウィンドウを置いて同時進行で作業できるけど、スマートフォンの場合はいちいち画面を切り替えなきゃいけないでしょ。そうするとその場でやっていたチャットからちょっと離れることになるよね。うん、そういう感覚だから、 リアルタイムでの会話がしづらくなってる人が多いんだよねで。普段からそういうことやってないから慣れてないんだよね、みんなね。だから下手くそなんだよね、チャットとかね。だから基本的にもう文字でリアルタイムのチャット形式のコミュニケーションをするっていうのは今の人たちには合わないんだよね。だから結局、 遠隔のコミュニケーションをするとしたら、音声通話をするか、まあ、やってる人はビデオチャットをやったりするわけだよね。インスタグラムなんか、基本、もう、最初からビデオチャットだからね。音声通話じゃなくてビデオチャット。まあ、途中で通話を開始,開始した後でビデオを無効にすることはできるけど、最初からビデオチャットが前提でのコミュニケーションツールになってるからね。インスタグラムの場合。 それぐらい、うん、なんかもう音声通話とかビデオ通話とかがもう当たり前になってきてるっていうか、スマホを使う限りはそういうコミュニケーションの方が合理的ってことだよね。スマートフォンにはカメラが標準で搭載されてるからね。もう通話を開始した時点でちゃん、普通に相手の顔が映ると。うん、そういうものになってきてるわけだよね。うんなんだ <laughs> なんだあ、メールかメールだ。うん。いい。だからまあ、昔のパソコン主流だった時代と比べてコミュニケーションの仕方がだいぶ変わってきてるっていうのはもう感じてます。占いの手段としても、チャット占いってあまりこう、適したやり方ではなくなってきてるんだよね。私自身はものすごくチャットが一番得意なやり方だったんだけど、 まあ相談する人もそういうね、チャットに慣れた人なら問題なかったんだけど、今の人たちは本当チャットがなんか慣れてなくてね、ぎこちない人が多いんだよね、すごくね。うん。で、文字のコミュニケーションもスマートフォンの予測入力でやってたりするから、自分の、自分らしい言葉で表現しなくなってるんだよね。もう、定型文みたいな感じでね、あって言ったらね、あでこうね、自分の 思ってない言葉が出てきたりして、で、それで自動的に発言したりするから、なんかもう、その人の個性的、個性が出なくなってきてるしね。うん。まあ、それじゃあうまくコミュニケーションできないな、なんてね、思ったりするけどね。だから、これからはもう、音声ツーアーとかビデオチャットとか、そういうのでいいんじゃないのって気もしてきてね。うん、メール占いの依頼だよ。 もう結構少なくなってるっていうか、ほとんど来ないんだよね、うんまあ。メールはもうちょっとやっていきたいなと思うけど、うん、なぜかメールぐらいの依頼は少ないです。よくわかんない。まあ、メールって、まあ、文字をスマートフォンの画面で、ね、大量の文字を読むっていうのも慣れてないっていうことかもしれないけどね。結局長文読むのも苦手。で、リアルタイムのコミュニケーションも苦手だと。<laughs> 結局、今スマホ使ってる人たちってみんないわゆるコミュニケーション障害を起こしてきてるんじゃないのって気もしてきてね <laughs>、うん。難しい時代ですよ。せっかくコミュニケーションが、のツールがね、発達してきて高度になってきてるのに、人間自体は逆に退化してるってことだよね、結局ね。人間が退化しちゃってるんだよね。まあ、情けない話ですよ。はい。 じゃあ今日はこれぐらいしときます。この後はいつも通りセカンドライブで無料占いを受け付けてます。占いしたい人はこちらに来てください。では今日はここまで。さよなら。